はい。司令部。次の出発は。司令部、歴史博物館のブリッグ。次の出発はいつなんだ。司令部、歴史。メインミッション。調査。次の出発はいつなんだ。次はかな。トゥルーサンズが航空宇宙博物館にある GTF の倉庫を乗っ取った。奴らはそこを即席武器の工場にしたんだ。ぶっ潰さないとな。奴らの警備に内通者がいるから、潜入するときはゲートを通してくれるだろう。武器庫の破壊はお前に任せたぞ。武器庫の破壊は私に任された。銃のホルダーがレベル上がると強くなるのかよくわかんないな。何も守ってくれてなくない？ああ、ホルスターね。ホルスター、うん、まあ一応アーマー値は設定されてるから、うん、それがおかしくない？早くブラックポイントやりたいな。ブラックポイントだっけ？まああれはディビジョンとはちょっと違うから。あっちの方が楽しみっす。なんでまあこっちは割と RPG 要素強めな感じ。それに対してあっちは。DPS 思考の方が強いと思う。付近に食料を検知。
くいる。散策中ってね。お散歩か。航空宇宙博物館だって超生きて、普通に生きて。の向こう側にいる。どうしよう、 NHP が戻らん。通ったのに、せっかく。下がっちゃった。言っても無双できる範疇なんでしょう、きっと。ちょっと僕がどうしてあんまり落としてないから。打たれ強い、安心。何を隠れ家に持ち帰るか分かったもんじゃない。市民のくくりな。危機に瀕した市民を検知。市民。
市民行く？市民どこ？市民がこの前かな。援護する。公開処刑。どこ？公開処刑どこしてる？正面から左。それか。フラグ投げ込むか。フラグって当たり判断あんの？ああ、わかんないな。さっさと死ね。どこ？俺がすげえ楽しみにしてた。その照明。これ？そう。あ。ずいぶん待った。取引しよう。お前を中に入れる代わりに私を逃がしてほしい。あそこには一線を越えた兵器がある。私はあんなものに関わりたくない。銃だけでも厄介なの。これは止めなければ。駐車場への侵入路から入って。飛行機落ちてる。すごい。え、いいじゃん。あ、いる。
スルーサンズの弾薬を検知。このドアじゃねえんだ。なぜ見つかった？敵だ！敵が移動してるぞ！下がれ！敵を突き止めたい。作戦の情報を探してくれ。ああ、奴らは再利用できるものは何でも回収しているようだな。まったく狡猾な連中だ。リサイクルはいいんだよ。登れるのだ。使えそうなものにタグ階段も一緒。回収チームを送る。やばそうなものは全部吹っ飛ばして。俺も敵を探しに来てな。軍用爆薬の残留物を検知。増援部隊接近。次のホールも制圧しろ。直しやかな。死にやがれ。敵が回り込んできてるぞ。SVD 砂もらった。